気ですか？リサは一仕事終えて気分がいいのです。つい話しかけてしまいました。それにしても銃って本当にいいですよね。繁殖は残らないし、敵は踊るように倒れていく。なんともたまらずゾクゾクしませんか？全てを支配している感じで。はあ、そんなこと話していたらまたやりたくなっちゃいましたよ。それじゃリサは行ってきます。ごきげんよう。ごきげんよう。チーワワ、パティちゃんですよ。どうも、ティアです。今日はすっごく大事な話があります。絶対に聞き逃せない大切なお話です。それは私たちの敵であるダーカーについてのお話。ダーカーってのは危ない、怖い、強い、ヤバいっていろいろ言われてるけど、いまいちピンとこないでしょ。だから今一度、いや改めて、えい、どっちでもいいや、ダーカーの恐ろしさをご鞭撻ということで、ティア先生、あとはよろしく。え、いきなりこっち？もう、ダーカーについてだよね。ダーカーの一番恐ろしいのは強さとかそういうのじゃなくて、侵食してくる性質にある。簡単に言ってしまえば病気。ダーカーの因子に侵されると徐々におかしくなって、最後にはダーカーそのものになっちゃう。これ冗談抜きだからね。ダーカーの侵食を受けると凶暴性、特にアークスに対する敵外心がすごく高まるわ。そして一度ダーカーに侵食されると治す術はほとんどない。それどころか侵食を広めてしまう。だからその兆候があった場合はなるべく早いうちに倒さないといけないの。想像以上にシビアだね。ああ、でもでも心配しないで。ホトンの力がビシッと体を守ってるアークスは侵食されないよ。今のところされたって情報はないよ。多分ダーカーとの戦いとは、言ってしまえば無尽蔵に広がる不治の病と戦っているようなもの。その例えに習うのなら、アークスは差し詰め医者かな。ティアの話聞いてたらなんだか調子悪くなってきたかも。私も侵食されちゃってる？絶対に違う。バカは侵食されないって昔からよく言うでしょ。なんだそっかって、あれあれれ、もしかして今バカにしなかった？どうしよう、ああどうしよう。あ、そこのあなた。はい、そう、あなたです。その服装、アークスですよね。きっと僕の依頼を受けてくれたアークスさんですよね。申し遅れました。僕はライト、秋博士の助手をやっています。その秋博士はどこかって、そう、それなんですよ。それいや、うちの先生、最近アムズスキアの竜族にご就寝でして、アークスの資格を持っているのをいいことにお一人で行かれちゃったみたいなんですよ。はあ、心配だな。はあ、心配だな。万が一ってこともあるしな。あ、そこで依頼の話に戻ります。先生を探してきてはもらえないでしょうか。報酬は用意してます。先生の研究費から。もちろんお暇な時で構いませんから、なるべく急いでほしいですけど。
ん？なんだい君は。君が竜族でないのなら私は君に用はないぞ。何？私は秋か。だって、いきなり自己同一性の問いかけとはなかなかに面白い人だな君。お察しの通り、私は秋だ。だが君は誰だ？私の記憶にはない。そして私の記憶に間違いはないぞ。ん？ああ、いや、皆まで言わずとも理由は分かった。ライト君からの依頼で来たのだな。私の捜索を目的として来るなんて彼からの依頼以外では考えられない。どうせ私が戻ってこないと言ってピーピーわめいていたのだろう。万が一などありはしないというのに。まあ仕方がない。こうして君に見つかったのだから、ここは素直に私が折れることにしよう。ああすまない。よければ君の名前教えてくれるかな。ふん、そういう名前か。なるほど、君は竜族よりもはるかに興味深い存在かもしれないね。いや、独り言だ。忘れて構わない。君の名前覚えておくよ。それじゃあね。誰？あなたはどうして私の存在に気づけたんですか？はっきり見えたってことですか？気配の消し方が甘くなってる。いや、そんなことは。あなたは何者ですか？よう、見させてもらったぜ、お前の戦い。ゼノなんかとつるんでるだけあって、甘々で貧弱で目も当てられねえな。だがそれだけじゃねえ、お前には絶対的な意志が足りてねえんだよ。相手をぶち殺すっていう意志がな。だから相手はビビらねえし、余計な手間もかかる。退治した相手は殺す。その意思なしで戦場に立つのはただの大バカだ。そういうやつはな、肝心な時にどうしようもないポカをかますんだよ。常に殺意を持て。それだけできっとお前はもっと上手くなるはずだぜ。今のはきっと助言というやつですね。ゲッテマハルト様が他人を気遣うなんて滅多にないことです。ちょっと羨ましいです。シーナー、何ごちゃごちゃ話してやがる。さっさと来い。余計な話でした、忘れてください。では失礼。よく来てくれたね。待ってたよ。目的は言わずともわかるだろう。ああ、いや失礼。君は私が見込んだアークスだ。この質問自体が無礼に当たるな。さあ行こうではないか諸君。こうしている間も私の知的探求心がうずいて止まらないのだよ。ああすみません、ろくな説明もなして。まあはい、いつも通り竜族についての調査なのですが。
先生は別のことも考えてるみたいで、正直前みたいな暴走が怖いです。いざとなったら引っ張ってでも連れて帰りましょう。それじゃあ今日は、あ、いいえ、今日もよろしくお願いします。ダーカーの数が若干多い気がするな。あまり良くない傾向だ。先生、竜族って確か独自にダーカーを撃退できるんですよね。そうさ。だからこそアークスは不要という方針を打ち立てているらしい。私としてはそれは危険だと進言したいんだがね。ダーカーを完全に滅ぼせるのはフォトンを扱えるアークスだけだ。竜族がその屈強な力で撃退してもダーカーは完全には消滅しない。残りカスのようなものが残留するはずだ。私はそこにこそ竜族が豹変する原因があると見ているのだがね。協力がなければ詳しく調べられもしない。だからこうしてフィールドワークで地道に調査していくしかないのさ。これは竜族の死体だったものかな。ひどいな、原型をとどめていない。気持ち悪い。先生、よくそれを触れますね。助手を名乗るのなら分かりたまえ。私は生きるものの研究をするのが好きなのだ。終わったものに興味はない。これはただのものだ。触れない道理がない。どれ、内臓はと。うわっ、うわっ。ライト君、うるさいよ。興味あるのかないのか、スタンスをはっきりさせたまえ。やはり予想通りか。すまないね、一人で納得していた。簡易的にだが内部組織を調べた。間違いなくダーカーの侵食がある。おそらく体内に蓄積したものだ。フォトンでない力で倒しても残りカスが。いや、この話はしたことがあるか。まあいいか。簡単に言えば塵も積もれば山になってしまうということだよ。幸か不幸か、組織片は回収できた。これで研究は進むと思う。だが根本的なところは、竜族と話ができなければ解決しないだろうな。そうではなさそうだよ。さて。先生、もしかして関わるつもりですか。説得は無駄だ、竜族の君。ダーカーの侵食を受けて正気でいられるはずがない。アークスか。今貴様たちに構っている暇はない。
され。ほらほら、おっしゃる通り帰りましょうって。危ないですよ。ほら、うるさいね、ライト君。もう君は黙っていたまえ。さて、竜族の君、そうは言うが、目の前のあれをどうするつもりだい？貴族のロガスは我らが知る。だが道徳を犯す一時一時掟の審判、掟を破り過ぎるのことごとくカッシーナのもとへ。カッシーナ、竜族に伝わる神話の地獄竜だね。なるほどなるほど、殺すってことか。さあシーアークス、何を考えている？任せろと言っているんだよ。生きているものを見捨てるなんてもったいないこと。私にできるものか。いいかい、あの竜族ならフォトンの力で撃退すれば間に合うかもしれない。救えるかもしれないんだ。確証ではないが、やってみるだけの価値はある。ではあったが、うまくいったな。竜族の肉体が頑強なことを誇りたまえ。対処が早かったのも良かったと見える。寂しいや。何をした？簡単な話だよ、竜族。内部にいたダーカーの組織をフォトンが滅したのさ。もっとも大半は私ではなく、この人のおかげだけどね。怪我はいかんともしがたいが、それはまあ、竜族は治癒も早い。時間が勝手に癒すだろう。アークスの力か。おっと、竜族の君、安心するのは早い。これはただの始まりだぞ。これからも同じようになる竜族はどんどん増えていくだろう。我ら、何を求める？話をさせてほしい。竜族とアークスとの間に必要なのは対話だ。我が名は火の霊、名を聞こう、アークス。私の名はアキ、助手のライトニー。アークスの子、無礼を浴びる。感謝、ロガスの救いし力、その恩を忘れはしない。
ふざけるなよてめえ。いいぜゼノ、来いよ。お前とならそれなりに楽しめそうだからな。ゼノ、落ち着いてって。ちょっとメルフォンシーナ、あなたもそっちの凶暴バカを止めなさいよ。誰のことを指しているのか私には分かりかねます。お前、規制がそがれたか、間の悪いやつめ。まあいい、機会はいつでもあるからな。じゃあなゼノ、アマちゃんはアマちゃんらしく群れてピーピー慰め合ってな。それでは失礼します。ゼノ。大丈夫大丈夫だエコ、悪いな手間かけちまった。お前さんもすまねえな、かっこ悪いところ見せちまった。まあ俺の意外な一面だと思っててくれ、詳細については勘弁な。ちっとばかし頭でも冷やしてくるわ。じゃあまたな。あ、ちょっとゼノ待ってよ。ごめんね、私はゼノを追いかけるから。あ、待ってたよ。またお話に来てくれたのかな。それはとっても嬉しいよ。私、他の人と話すのがあんまり得意じゃないし、というよりちょっと怖くて。フィリアさんは何かトラウマでもあるのかもって言ってたけど、詳しくはわからない。でもなんでだろう、あなたとなら大丈夫、普通に話せる。だから別にいいんだ。私何も覚えてないけど、安心して話せる相手がいるから。万事において全てを選ぶことは不可能。行員の後を見定めた定年も必要である。新たなマターボードが生まれた。事象は変遷を見せ、未だ遠き道ながら全ては確然と近づいている。あなたの行動が未来を決めるということ。私が表現するのはただそれだけ。